はい、こんにちは、アブタです。今日はカウンセリングの実践編ということで、はい、スタッフのこだまを用意しました。こだまです。今日はね、直口なしにしてカウンセリングの実践編というところをちょっとお見せしていきたいと思うので、お願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。本日担当します阿部熊川と申します。よろしくお願いします。お願いします。本日は本編でご来店ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。今日はどうしましょう。ちょっと短くバサリ切っちゃおうかと。おお、いいですね。はい、そうなんです。やりそう。ありがとうございます。ちょっとボブっぽくしようか、ショートにしちゃおうか。悩んでるから、悩みますよね、はい、この長さからバサリ切ると印象も変わると思うんで、はい、でもどっちもすごい似合いそうですね。本当ですか。はい、ちなみになんですけど、はい、なんかバサリ切りたい理由とかって知りますか。はいはい、なんか飽きちゃってイメチェンをしたいんですけど。飽きちゃいますよね。はい、確かにこの時期やっぱね、イメチェンとかもお休みもあってしたい方も多いと思うんで、はい、なるほどです。ちなみに髪の毛の悩みとかあります？ちょっと癖があって少し広がるんですよね。はい。確かに癖とか、ね、広がりがあると手入れが大変だったりとかしますよね。そうなんです。髪の毛を朝セットする時間って、はい、ありますか？できれば楽したい。楽な髪型がやっぱいいかな。はい。そうですよね。はい。困りました。そうなると。はい。例えばショートのスタイルって、結構髪の毛に段が入ってるんですね。上の毛がここに来て、下の毛がここに来て、こういう感じで段が入ってくるんで、動く感じの髪型になってくるんですよ。そうするとやっぱまとまりっていう部分がやっぱ動きだったりとか、その収まりとか癖っていう部分に対しては楽ではないかもしれないですね。どっちかっていうと、上の毛がこうやって長くて、下の毛も下の毛が揃ってて、ボブとかの方がまとまりとか収まりにはすごい適してるんで、一回そっちの方で切ってもらった方、切った方がその悩みっていう部分と、悩みのその広がりだったりとか部分と、その楽な髪型がいいとかいう検査っていうのは考えられるかもしれないです。なるほど。あとは一回今回久々にバッサリ切るということで、こういうボブの長さにして、それを、この長さがあれば、案外楽だったなと思えば、少しずつショートにしていくことはできるんで、次回とか、次の次とかの楽しみにもつながるかもしれないです。なるほど。ボブにします。ボブにしましょうか。はい。わかりました。大体じゃあ裾の長さは手入れが楽な長さだと、大体やっぱこの顎をちょっと下ぐらいの長さとかだと。すごい手入れも楽で、ドライヤーで朝パーパーってやるだけですぐまとまってくれるような感じで切れるので、そういう感じにしましょう。それでじゃあお願いします。最後にちょっと復唱するんですけど、ちょっと髪の毛に少し癖があって広がりやすいということだったんで、今回なるべくまとまり収まりが良くなるように、段差はあまり入れないように、ボブの長さ、大体このぐらいの長さまで切っちゃったら大丈夫ですから。はい、大丈夫です。朝すごい簡単にセットできるようにしてあげて、イメチェンもできるようなで、慣れてきたら今後ね、よりショートっぽく近づけていく楽しみも残ってると思うんで、こんな感じでやってても大丈夫ですか。お願いします。またなんか要望とか悩みとか見つけたら、思い出した時に見ていただければと思うので、お願いします。はい、ということで、実践編終わったんですけれども、カウンセリングなんでやっぱマニュアル化はなかなかできないんですけど、今日は例えばね、施術履歴を聞いてなかったりとか、まあなんかそういう大事なことを聞いてない部分もあるっちゃあるんですけど、まあ今日やったことはやっぱり最初お客様のことを聞いて、まあ、しっかり褒めて共感して、でお客様のその理由なんでかっていう本質的な部分を聞き出して、そこに合わせてやっぱプロとしての提案をする。で最後にその復唱することによって信用ポイントをしっかり叶えていくよっていうカウンセリング、まあお客様の悩みをしっかり安心に変えてあげて、まあ、要望を期待に変えてあげられるような、まあ、そういうカウンセリングを新規のお客様と、まあ、気づいていけたら、まあ、その後続く施術だったりとか、まあカウンセリングの時に、まあ、今後の話もちょっとしてあるんですけど、まあ、そうやって、ね、2回目3回目ってつながっていってファン化できるようにやっていけたらいいなと思うんで。参考にしてみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。美容師道場。